年間1000本のテストを作る編集プロダクションプラウトゥーワンです。もう一度学びたい5教科、今回の動画は社会チームからです。どうぞ。皆さんこんにちは。あなたの身近な都道府県の知られざるスポットを紹介する UU の都道府県の時間がやってまいりました。本日のゲストは日本都道府県調査会茨城県支部からお越しいただきました、トマメ農水さんです。トマメさん、今日はよろしくお願いします。トマメ農水です。よろしくお願いします。今回は2020年10月に発表された都道府県魅力度ランキングにおきまして、ついに連続最下位を脱出した茨城県の魅力に迫ろうと思います。トマメさん、茨城県が最下位を脱出した理由や茨城県の魅力はどこなんでしょうか？あのよ、茨城はよ、いろいろやってきたんだ今まで。あの芸能人とか使ってよ、 PR、 あ、 PR、 あと VTuber かな、茨城寄りっていうのを作ったんだ。であとTikTok とか作ったんだ。それじゃねえかな。なるほど、時代の流れに乗ったってことですね。では茨城県の魅力はどこでしょうか？まずよ、薄くの大仏だね。みんな知ってて？世界一なんだよ、金剛の大仏。120m あって、4000トンもあるんだよ。奈良の大仏がよ、手のひらに乗っかっちゃうの。知ってるか？そんなに大きいんですか？ここまで大きくする必要はあったんですか？阿弥陀如来のよ、十二の光明っていうのがあってよ、で、120m なんだよ。じゃあ12m でよかったんじゃん。あとね、干し芋。茨城はよ、干し芋の生産量が1位なんだよ。干し芋の原料はさつまいもですよね。さつまいもといえば鹿児島県じゃないですか？みんなそう思ってよ。でもよ、鹿児島のさつまいもはよ、ほとんど焼酎とかよ、でんぷんに作っちまうんだあいつら。茨城はよ、みんなほとんどそのまま食っちゃうんだよ。知ってく？これは意外と知られていない情報なんじゃないでしょうか？そうなんだよな、俺も今まで知らなかったんだ。そろそろお時間が来たようですが、トマメさん、他にお伝えしたいことはございますか？あとよ、動物だね。つくばワンワンランドとか、つくばさんのガマランドとか、ダチョウ王国、そういうのがいっぱいあるんだよ。みんな来てくろ。それでは、今回の ZOOU の都道府県はここまで。次回は、あなたのお住まいの都道府県がテーマかもしれません。ぜひご期待ください。トマメさん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。いかがだったでしょうか？今回の動画が面白かった、ためになったなと思った方はコメント、高評価、チャンネル登録をぜひお願いします。では次の動画でお会いしましょう。